Okay, Kuya from the back. 頑張ってくや。あかりお誕生日おめでとう。おばあちゃんから。日本語でいいから。日本語で簡単でいいよ。お父ちゃんとママとパパの愛好き。待って、カミン。Say your peace.グリーンまた一言あるね、なんでもいいですよ。だそうです。勉強頑張ってください。イエーイ、ちょうど1年生の前だから。イエーイ。おばあちゃんです。あ、こんばんは。なあ、こんばんは。ラスカメランダイ。あ、いよいよいよ。あかんでしょ。ナイスよ。あ、これから頑張ってね。愛に。スタディウェル。ママとパパの言葉聞いてね。あと気をつけてね、毎日。お誕生日おめでとうございます。勉強のラルセンヤ。パクヤカラフグのカビディオ。はい、順番来たよ。喋って。はい、一言、お誕生日の言葉言ってください。みんな呼んでそう。はい、ありがとう。おめでとうだけ。あと長い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 。大丈夫大丈夫。赤ちゃん6歳でおめでとう。的に思っております。本当にお姉ちゃんにもらって、アイネちゃんの妹もできたので、頑張ってお姉ちゃん、頑張ってください。でもママもな。あ、しまママもな。お母さんの。お母さん。ママ。はい。ちょっと言葉詰まっちゃう。まあ毎日会話してるから。パパ。あかりちゃんの6歳の誕生日おめでとうございます。これ赤と青。うん、パパからはそうだね、もう6歳なんだっていう感じだね。本当。今ちょうどアイネちゃんが生まれて本当にもうアイネちゃんに似てるから、本当昨日のことのように赤が赤ちゃんだったことのことを思い出します。これからはどうかな。6歳になって小学校にも入って、勉強とか新しい友達とかいろんな環境、新しい環境が、ね、出てくるから、その中でもあかりがあかりらしく、ね、もうパパとママだけじゃなくてみんなと仲良くして、うん、で大きくなっててください。そしてあと何だろう、あとは何だろう、まあ、パパもママももうちょっと今いろいろと頑張らなきゃいけないところがあるんですけど、とりあえず神様のことをもっとちゃんとあかりが知れるように、はい、ちゃんと教えます僕たちが、はい、イエーイ、ラブユー。あとはグランマ、ここはこそグランマ、誰かランパクよっか。じゃあ明るい誕生日おめでとう。おばあちゃん
大人になるまでいい子でした。大人になってもいい子でした。なるまでね。Happy birthday! Happy birthday!